ブジェク公国、またはブリンク公国はシロンスク公国軍を構成していた公国の一つ。首都はブジェク。ブジェク公国は1311年、レグニツァブロツワフ公国の分裂に際し、ヘンリク5世の息子の一人、ボレスワフ3世によって創設された。1329年、ボレスワフ3世は、ボヘミア王与クセンブルクに侵入し、 ボヘミア王官僚の一部となった。ブジェク公国は1419年にレグニザ公国に再統合されたが、その後再び分立し、1664年にフリスティアンによって二度目の再統合が行われた。1526年にハプスブルク家がボヘミア王国を獲得すると、公国はハプスブルク君主国の影響下に置かれることになった。百三十七年、 フリデリク二世は、ブランデンブルク戦帝公、ヨアヒム二世ヘクトルと相続に関する協定を結び、シロンスクピアスト家の一員である、ブジェク公爵家の血筋が途絶えた場合には、ホーエンツォレルン家が広国を相続することを取り決めた。しかし、この役場は、ハプスブルク家のボヘミア王フェルディナント一世によって、無効とされた。ブジェク上ブジェクは、 レグニツァと共に、シロンスク最後の独立的な公国となった。ピャスト家最後の公爵であるイエジ・ビルヘルムが1675年に死ぬと、公国は、ボヘミア王の座にあるハプスブルク家の直接支配を受けることになった。一方で、ブランデンブルクプロイセンは1537年の協定に基づき、ブジェク公国の支配権を要求していた。しかし、 ハプスブルク政府はあくまでこの協定の有効性を認めず、ブランデンブルクがレグニツァ、ブジェクなどの諸公国を併合することを拒み続けた。数十年後、プロイセン王フリードリヒ2世は200年前に先祖が結んだ協定の履行を口実として第一次、シュレージエン戦争を引き起こし、オーストリアからシロンスク諸公国の大部分を奪った。ありがとうございます。